いじめられてたしかないよ。いじめられてたしかねえよ。星野さんに指名された時から、うん、心臓が飛び出てた。92あってすごい眼光で睨みを切らした。それよりあのいい作家をしてやってくれる。そこで明日もう絶対やってやるんだなったし、まあ俺もニューも、うん、まあ言ったらね背丈も大きくないし、うん、小さい選手なんだけど、まあ、そういう選手がこう出ていくために、うん、まあ、どういうことをしていくとか、うん、なんかこう、まあ、久保君とかもそんな上手じゃないけど、うん、今やっぱね海外で注目されてるし、今のうちにこうなんかしとくべきこととかあったり。なんだと思う？全部俺から。いや俺は人と俺としてはあるけど、後期とか逆に言うとやっぱキックだけ見ても俺が歴代やってきた中でもめちゃくちゃうまいって思うから。なんかさ一瞬だけどさ、人よりボールが長く当たってるの感じしない？ああ、それは意識してる。だからそれが多くの面で捉えてることなのか押し出すのか分からんけど、後期とか一緒にやってる太田康介とか、うん、なんかまあ俊さんとかもそうなのかもしれないけど、設置時間が長い。ああ、そう長い。そうそうそう、俺とかだったらパーンってなっちゃうところを、うん、なんかグーンみたいな、うん、そう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 、うん、俺なんかより武器があるって思ってるけど、まあ質問で言うとそのちっちゃいけどみたいになって、うん、こういきなりにそれは何だと思う？別に俺身長は一切サッカーには関係ないと思うし、うん、言ったらメッシだってね、うん、小さいわけです。それで世界中なんかやっぱその人の特徴をこうどうやってうまくピッチで表現していくかっていうのがすごい大事だと思って、まあ俺で言ったらまあジェフの時とか日本代表入ってた時はまあスピードがあってそのキックっていう部分があったから、まあ体がちっちゃいから大きいやつに当たられたらもちろん倒れるんだけど、その当たられる反発を使ってスピードに乗っていくとか、で逆にそれで倒されていい位置でフリーキックがあったら自分でいいボールっていう風に考えてたから、そこすごい意識したから。プロ俺入った最初なんかずっと試合出れなくてさ、うん、でもこう自分の武器、お前の武器は何だって、うんうん、誰かに言われたの、うん、その時ロングスローだって言ったんじゃない？いや言ってない言ってない。まあロングスローもあったけど、でもやっぱ縦の突破とそのクロスだったりキックっていう部分でやっぱ拾われたと思ったから、やっぱそこを生かさなきゃと思って。いや、そうだろうね。で特にオシムさんの練習でさ、うん、全面で3対3とかやったじゃん。で俺もうここしかないなと思ってフィールドを。でもそこでもう必死にもう裏出て走ってっていうのをもう繰り返しやってて、でそこからやっぱ少しずつ評価されていて、やっぱ自分がその長所として考えてる部分を伸ばしていって、うん、それを評価してもらえるようにっていうのはすごい意識した。そうね、まあ、武器はでも逆に言ったら俺なんかだと武器そんなねえよ。ないじゃん。あるじゃん。走るってこと？無駄走り。無駄走りしかないよ。無駄走りがすごいからね。マジで。今さ、ほら、J リーグの走行距離が出るじゃん。誰もこの人は何キロ。多分当時測ってたらすげえ言ってたと思う。そうかな。言ってねえだろ。でも60分で手上げるからね。まあまあ、もう足つるから無理ですって。俺一枠持ってたから。いやだってあれだってオシムさんがお前できるかって言われてできますって言って、その後自分のマーカーフリーにしたとかなったらお前できるっつってんのに使ってんのにできてねえじゃんって怒られて、もう無理だっていうのもプロだみたいな感じになって、うん、そっからも速攻手あげる。無理です。本当に羽生でもうベンチ一枠決まっ、必ず決まってた。だいたい60から70でもう足つっちゃうから、うん、足つるくんも大丈夫かみたいになって。でもほんとそれだけ前半からフリーランしてくれて、スケート作ってくれて、ライン抜けてライン下げてくれてとか。でもそれをさ評価してくれる監督がいたからこそだよね。そういう、うん、そんなのさ当時なんか言われないじゃん、まあ、そうだよね、やっぱ上手い選手とかがね。そうそうそう、俺もなんかそういう風になりたかったけど、違うことで貢献できるんだっていうのを本当オシムさんのところで確信を持って、だからチームのために走ろうとか、そうなってちゃう。そう、選手一人一人の特徴を出せるようにしてくれてた、うん、まあそうだね。
だからそのこいつなんかネガティブなところじゃなくてこいつどうやって生かしたらいいんだっていう感じはめちゃくちゃあって、俺が例えば少年とかに言えるとしたら別にキックあった方がいいけど ない子もいるし、身長あった方がいいかもしれないけどない子もいる。でも俺なんかで言ったらよく考えることだったり、それでも諦めずに最後までやることだったり、何かをこう突き詰めていくことだったり、まあ、工夫することだったり、うん、そういうので十分やれるチャンスもある。後期とかみたいにクロスがあとキックがあってスピードあってみたいなのはもう羨ましいことでしかなかった。その同じサイズがないって言われる選手なのかもしれないけど、いやお前めっちゃキックうまいよみたいな感じだったから、それはそうだったかな。ただそう、まあ一つの武器っていうか自分の良さは何なのかみたいな考えることはまあもちろん必要かな。それそれを最大限に引き出せる人だったっていうのはね、星野さん、うん、なんかだって日本に来る時に若くて生きのいい選手も揃ってるって言われてて、うん、来てみたらなんかそのコーチかなんかに全員自転車よりちっちゃいやつしかいねえじゃねえかって話しいどういう評価だそれ。まあちょっとそんな中で、うん、今ちょっとほら子供たちの話も出たんだけど、うん、まあ俺も今タイムスイレブンスクールと、うん、子供たち見てるんだけど、うん、まあ、その子供たちに対して、うん、まあ、ちょっと今似た部分あるけど、なんかためになる話じゃないけど、うん、なんかそうだな、今っていい意味で YouTube とか、うん、いろんなさ海外のサッカーとか、ね、テクニックとかあるじゃん、うん、でもちろんそういうのを見て真似するっていうのも大事なんだけど、今で子供たちってある意味そういう情報とかめちゃくちゃ多いし、まあ、コーチとかもレベルが上がってるし親御さんとかもサッカーを見る機会が増えてるのかもしれないけど、これが正解だって言われるかもしれない、うん、それをなんかその正解を作っていくのは自分なんだっていうことを自分が理解しながらそれをやんないとうまくならないっていうのを周りの大人もそうだしその子自身も考えていくようになるといい選手って増えるんじゃないかなみたいなのは思うかも。だから俺もそうすごい、ね、自分の息子にも言ってるんだけど YouTube とか、まあ、なんか、まあ、例えば学校の勉強でも、うん、検索したらすぐ出てくる、うんうんうん、自分で考える力っていうのが今のこう多分なくなってきてる、うん、答えをすぐ求めちゃう、うんうん、でその答えも出しやすい環境だし、うんうんうん、自分から積極的に何かをプレイする、うん、理解しながらやるっていうのが少ない、うんうん、で俺がなんかじゃこういうのあるよって提供したら、うん、やるんだけど、うん、じゃあ何のためにこれやってるのかなっていうのを考えないで、うんうんうん、それだけをただやっちゃう、うんうん、そういう意味じゃあれだ、なんか単純な練習ほど、うん、そのイメージを持ってっていうかさ、そう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 、じゃあ予備動作入れて受けるとかっていうのでもさ、うんうんうん、いや相手いねえしみたいな感じでやるのか、うん、試合でこんぐらいの強度で予備動作入れてもらいに行くなとかっていうのをそう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 、なんか自分自身にこう課してそのやれる選手の方が伸びていくだろうね、多分、うん、で今4ヶ月ぐらいかな教え始めて、でまあ相手じゃないけど常にコーンは相手だっていうふうになってて、うん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 、やっぱ単純に止めて返す止めて返すっていう基礎の部分も大事なんだけど、うん、やっぱその一つ先のステップになってくると、うんうん、やっぱ相手がいるから、うん、動きで外してからトラップしなきゃ試合では使えない、うんうんうん、やっぱそういう部分を言わなくてもできるようになってるってことは少しずつ多分試合でも、まあ試合俺見れないわけよ、スクールでしかない、うん、そうだけどそういう部分がこうできてる子が多少なりともいる。いや優秀なやつを出してくれよ早見さんからね、スクールから。そうだ、将来的に水野コーチに教えてもらったって言ってくれるからね。いや、そうだそんな子が出てきてくれたら嬉しいんだけどね。いや、それを星野さんに教わった人間としてそれやんなきゃダメでしょ。いや、自分もじゃん俺はね、いや、教えないから。マッチクラブのアドバイザーみたいなところをさせてもらったりしてるんだけど、監督から羽生と話したあいつ結構あの後からいいぞみたいになって言ってくれたりすると、あ、なんかちょっと人の少年のためにもなったんだっていう、こうなんか嬉しいみたいなのはちょっと芽生えたけど、毎日教えるとかしんどいマジでと思って、まあね、それまあ人、指導者の人マジ大変だって俺は思うけどね。
まあ、そうやって誰かのためになったりっていうのはいいなと思う。その地域のためになったりとか、でも情熱持ってるのはダメよ。もう選手やりながらそうやって育てたらいいじゃん。うん、まあね、いろいろいい経験はさせてもらったし。SC 東京とかでもスポンサー周りの仕事とかさせてもらってたって、うん、やっぱね、街の人がねとか、もう周りの人にやっぱ支えてもらうしかない面もある、ね、うん、サッカークラブでいうと。だからそれ地域の人とかがやっぱり応援してくれてシンボルとなって、まあ、クラブも頑張んなきゃいけないし、その頑張ってる姿を地域の人に見せてもらって、地域の人も応援したいみたいになって、やっぱサッカーが中心、サッカースポーツ化で学校、街を活性化するとかさ、アスリートの価値を持ってこう、なんだろう、活気づけるみたいな絵じゃないと多分成り立たないかな。でもさ、正直さ、こう、まあ俺今このチーム入って半年ぐらい経ったんだけど、コロナでさ、うん、無観客じゃん、うん、確かに。でだからこのチームがどれだけの人に支えられて、あ、まだ分かんないっていうのはあんま分かんない、実感できないというか、でどっかに行ってイベントするっていうのもやっぱできないから、いやもうその辺一人で走ってくれじゃん、水野です、旗持って、あ、そんぐらいやってくんないとこっちだって警察呼ばれる編集しちゃいるみんなを喜ばせてあげないと。でもそういう企画もね、いろいろね、今後考えていきたいし、まあ今だからこうやってちょっとね、YouTube とかでの配信でどうにかこうね、うん、広めていきたいっていうのもあるので、まあ、今回、羽生さんに来てもらったんですけど、はい、いや話しすぎちゃったわ。まあ、もうとうに時間はオーバーしてるぐらいに話してくれたんで話すの好きなんだよな、ね、特にね、あの頃の話ってなるとね、いっぱい出てくるし、出現あったらやべえ。はい、ということで、はい、今回羽生さんにいろいろの話をしてもらったんで、はい、またね、子供たちはこの話を聞いてね、うん、こういいトレーニングをしてね、やっぱ厚木を代表して、うん、まあそれがね、はやぶさ11のね、将来背負っていく、うん、子供たちがね、大人になってくれたら嬉しいと思いますし、まあ、さっきも言ったように厚木全体で、いや、そうだよね、はやぶさ11をね、もっと盛り上げて、確かに、もっと1年毎回昇格というものを目指して、ね、まずお前が昇格させりゃ済むからね簡単にはできない、やっぱ難しいよ、活躍すりゃ大丈夫じゃん。まあそうじゃん、そうだけど、どうでしょう、悪いよ、悪いよ、すごい何のために呼んだと思ってんの、このクラスが。どんな思いでさ来てもらったか考えておこうよ。もうあれ、経営者からのタッチばっからんの、いや、そうだよ、そうだよ、一応考えたら、お前がもう何も活躍しないとかありえないから。まあもちろん、あ、俺の活躍もしなきゃいけないけど、まあね、チーム全体でこう、はい、しっかりと盛り上げて、ね、いいサッカーをしながら1年ずつ昇格してて、はい、早くいけるように、いや、頑張ってください、頑張っていく、はい、まあ、今後もちょっと何かあるかもしれない、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、今日はありがとうございました。ラーメンです。おすすめの商品を紹介します。俺のスペシャルでトッピングが全部載ってるんで、ぜひ食べてください。お待ちしてます。